指示を頼みます。別れは辛いが、いい鍛錬だった。神龍様は心労を発散する方法はお持ちですか？考えたこともなかったです。ブシロンには何か発散法があるのですか？ええ、いくつか。誰もいない山の中に分け入り、清流でのんびりと釣りをするとか。へえ、楽しそうです。私も試してみたいです。ではよろしければ俺と一緒に試されてみますか？気に入るものがあればこれから使えるかもしれません。